い、皆さんこんにちは。全国高校麻雀大会男子の部決勝、いよいよ始まりました。実況は私、小枝部です。本日は解説に、この道30年のベテラン、グスタフさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グスタフさんは22歳にして、この業界では知らない者などいないほどのベテランで、数々の伝説を残してこられました。いやー、今日かなり楽しみにしていましたよ。昨日はこの大会のことを考えていて、ジャイアンを見逃してしまいました。どんじゃらやってたんですか。では、会場の方を覗いてみましょう。はい。こちらが決勝の会場になります。カメラが設置されてますね。決勝戦とあって多くの報道陣が注目しているようですからね。これが決勝戦用のタグですか？これは最新式の全自動手積みこたつですね。私も何度か使ったことがありますが、あったかいんですよ、これ。そういえば女子の部には仮眠室がありましたが。はい、もちろん本会場にもありますよ。ちょっと選手たちを覗いてみましょう。中に誰もいませんでしたね。気持ちよさそうに寝てましたね。ナイスボート。それではマギベです。決勝に残った4人ということで、面白い試合展開に期待したいですね。かなり熱いメンツになっております。ではメンツ紹介に参りましょう。まずはちーちゃん、麻雀界の新星コウ君。彼はかなり期待できますよ。私も一目置いています。コウ君は対局の5分前にルールを軽く教わっただけみたいですよ。次はなんちゃ、別名麻雀界のスーパーサイヤ人の異名を持つタモ君。彼は無類のロリ好きらしいですよ。はい、もう若い筋が大好きです。シャーチャー、今大会のダークホス、オルド君。無名だった彼が前回の王者を倒してここまで勝ち上がってきました。来ましたね、オルド君。彼は化け物語の羽川が大好きらしいですよ。ですので、タモ君とはいつも言い争いをしますね。ちなみに私は真由ですかね。小枝さんどうですか？私はナデコですかね。小枝お兄ちゃんはもう大人なんだから、なぜこの子の格好を見ても怪しい気持ちはならないんだよね。ナデコー！ナデコは俺のロリを開花させた張本人はナデコがいなかった。今の俺はないと言っても過言ではない。特に好きなのはやはり裸風呂のあのシーンだ。あのシーンは革命的だった。俺の中が弾け飛んだ瞬間だった。さらにすくみず姿も好きだった。あのすくみず姿を見るだけご飯3杯を切る。実物があればご飯などいらない。そのものがご飯だ。ああ、俺にも妹がいるわ。ナデコとはほど遠い物だ。ナデコが妹だった。妹だ。私、なでこは僅差で2番目ですね。最後はペイちゃん。どんな状況からでも蘇るフェニックスくん。彼のフェニックスぶりには何度か驚かされました。好きな牌はイーソーらしいですよ。なるほど。イーソーに描かれたフェニックスのごとく華麗なまくりを見せてくれるのでしょうか。いやー、イーソーはクジャクですよ。フェニックスではありません。ちなみにクジャクは生き返りません。では早速対局に参りましょう。ルールを簡単に説明します。本風船2万5000点勝ち、3万点返し、ありありルール。赤が各1枚ずつ入っています。一般的なルールですね。ただ本風船ですので巻きのタイミングが重要ですね。グスタフさん、注目は誰でしょうか？いやー、やはりコンチャのコーン君ですかね。彼には何かオーラを感じます。オーラですか？強化系ですか？いいえ、彼は操作系ですね。操作系ですか？麻雀界では珍しいですね。ええ、私も麻雀界で操作系を見るのは初めてです。はい、かなり期待できます。それでは対局開始です。お願いします。よろしくお願いします。はい、対局開始です。出た目は地獄です。どうでしたか？僕には見えませんでしたね。はい、私ものすごく目がいいんですよ。いやー、いい眼鏡なんですね、それ。はい、ありがとうございます。これ高かったんですよ。グスタフさん。はい。この対局の注目は？いやー、やはり対局開始5分前にルールを教わったというコウ君ですかね。彼がベテラン3人を相手にどうやって打っていくか期待してますよ。はい、第一はチーピンが放たれました。これ、ハイパーはどうですか？いや、やはりダブトンの統一がありますからね。染めていくかもしれません。
はい、ここでチーが入りました。白髪っていうのチーです。いやー、ドラ含みのチーですか。手の中どうなってるんでしょうかね。はい、これコウ君はイーペイ校が確定しましたよ。そうですね、非常にいいところが入りましたね。はい、ただチートイツも見えますね。どこまで面前で行くか見どころですね。はい、三品つもぎり。これチートイツは面本チートイにしたいところですね。そうですね、できれば面前で仕掛けたいんですが、まあトンプー戦ですからね、トンは泣いていっていいと思いますよ。はい、トンをポンして本一に向かうと。パーピンつもぎり。オルド君は絞ってるんですか。捨て牌が結構目立ってますね。そうですね、序盤から中ちゃん牌が多く出てますからね、彼も警戒していった方がいいでしょう。おっと、フェニックス君はリャンゾーつもぎりでしたね。いやー、ということはピンズの本一ですかね。はい、ピンズの本一、ピンズ対ソーズになりそうですね。チマンつもぎりしましたが、これはもう本一に向かうと。そうですね、もうマンズは使わないということでしょう。はい、しかしフェニックスくん白髪チュンでチーですね。これはカラフルな仕掛けですね。いやー、一色手でしょうね。はい、スーピンつもぎりと。はい、タモくんはイーピンを合わせ打ちました。タモくんはどうなんですかね。いやー、彼は堅実に降りてるんでしょうかね。まあわかりませんね、見えませんから。おっと、トーンスルーしましたよこれ。そしてなんといつテンパイを入れました。あ、そうですね、これはまあでもリーチは打たないでしょう。はい、これダブトーンスルーしたのは何かあるんですかね。どうなんですかね、まあルール分かってないだけかもしれませんがね。はい、とりあえずテンパイです。ヤンマンタキ、これはやはり想像を引いてからリーチと行きたいところですか。でしょうね、一枚で変わりますからね。はい、さて、おっと、積もっちゃいましたよ。これどうですか、上がりますか。これはまあトーン1曲ですからね、積もるでしょう。はい、積もりましたね。チートです。妖精オール。おっと、これリャンペイコ、リャンペイコですかこれ。これはリャンペイコですね。リャンペイコですか。トンナンシャーのメンツが2つあるので、トンナンシャー、トンナンシャーのイーペイコの形、これは2つなのでリャンペイコですね。なるほど、これリャンペイコですか。ということは4000オールで親マントということになりますね。まあ当然上がっていくでしょう。なるほど、トンナンシャーは瞬通でしたか。私もあまりルール把握してませんでしたね。いや、このルール非常に難しいんですけどね。はい、4000オールでコウ君の得点。このままコウ君が走るのか注目です。次の曲スタートです。はい、前回コウ君は4000オールでしたね。いや、ここでもう一回上がりを手にすれば優勝は固いですよ。はい、ドラはペイですね。ペイ1枚。おっと、ペイ統一ですね。これは非常に熱い手になりそうですね。はい、両面も多くてかなり大きな手が狙えそうですね。そうですね、非常に早いんじゃないですかね、これは。はい、第1打 E ピンです。これ狙いは何ですか。いや、やはり後のリーチに備えて盤石な形を作っていってるんじゃないでしょうかね。はい、5分で覚えた割にはかなり打てますね。はい、手つきもなかなかいいですね。私よりはるかにいいですよ。トン合わせ打ち。チーですね。トンナンシャー、トンシャーペーでチーですね。トンシャーペーでチー。これまたドラブ組のチーですね。はい、タモ君も不気味です。今度はタモ君が染めてるんですか。かもしれませんね。どうなんでしょうか。チューン、これはピンズを伸ばしていってますね。はい、これ白髪チューンのメンツを嫌ったんですね。これはそうですね、タモ君から白が1枚出てますからね。まあやはりこの街は白白街になって不利ですからね。はい、そうですね。
当然打つのは初ですからね。まあ打っていくでしょう。こういう牌は早めに処理していく方がいいですからね。はい、泣かれる前に切っちゃおうと、そういうことですね。タモ君は想像ですか。ワンズビンズ連打しますね。そうですね、染め手は濃厚か。はい、ヤンマン、これ何いきますか。ここは難しいところですが、おっと急走、急走ですか。これは狙いなんですか。これはやはりペイに頭を固定するってことじゃないでしょうか。はい、タモ君が1枚使ってますからね。ただここでペイを引いた場合どうするかですね。はい、頭がなくなってしまいますが、まあでもピンズがね伸びてるんで、伸べたもありますからね。はい、おっと1面完成しましたね。急走合わせます。ああ、急走切ってきますか。はい、このピンズを伸ばしたいところですね。そうですね、非常にいい形見えてますよ。はい、マンズがカンチャンカンチャンの形ですね。サブローはねテンパイです。はい、注目イーマン引きましたね。まあこれは当然両面の方が取っていくでしょう。チマ置きました。ダイレクト3ワンが理想ですかね。そうですね。さてオールド君は手がちょっと見えませんね。ここからではわからないですね。カメラはないんですかね。はい、予算の都合上ないんですね。ちなみにつもぎり、タモ君はさっきから手配入れ替えてますけどね。何してるんですか。おっと赤ウーマンが出ました。いやー、あまりできてないところからの仕掛けだったんでしょうかね。はい、さらにオールド君はペイをつもぎりしましたね。おっと、ピンズが伸びました。これは、リャンマン。なるほど。僕はピンズの配慮を狙ってますかね。そうですね。ピンズが若干安いんですか。あ、3万が2枚切れてますね。いや、やはり二度キャー嫌ってきましたか。チューン。これは、はい、アンパイとして取っときますね。これはもうリーチ打っていくんじゃないでしょうかね。はい。タッチャーから仕掛けがあっても、盤石なリーチが打てそうですね。チューンは完全アンパイです。です。さあ、ここで何を引くかですが、はい、あ、引きましたね。連敗しましたね。リーチですか。リーチです。ダメ押しリーチ。積もれば4000オールですよ。裏が伸びれば6000オール。いや、これおっと、一発入れました。一発入れましたよ。これは決まってしまったか。あら、裏が乗れば、あれは、あ、乗りませんでしたね。1万2000円。いや、これは非常に痛い。うん、あれ、これなんか物言いが入りましたよ。これなんですか。あ、これちょっと待ってくださいよ。はい。これ、振り点ですね。振り点ですかこれ。第1弾、E ピンがありますね、これ。E ピンが振り点？ E ピン振り点ですか。これ、8、9は7と1の待ちになりますからね。はい。これ、E 数値ピン待ちです。E 数値ピン待ちですか。なるほど。5、6、7と8、9、1のメンツに取れるので、これ、イースチーピン待ち。いやー、9の次は1ですからね。初心者の方はよく間違えるんですよ。なるほど。8、9、1がありましたか。いやー、有名な形なんですけどね。残念です。なるほど。5分前にルールを教わったコウ君には少し難しかったかもしれませんね。痛い出費ですよ。痛い。チョンボは4000オールの支払いですね。はぁ、残念。これ気づいてれば、積もれば4000オールでしたからね。でしたね。いやぁ、残念ですね。4000オールの出費。対局はまた振り出しに戻りましたね。次の曲です。いや、さっきは残念でしたね。そうですね、チョンボで点を失ってしまうのは痛い。あれ、いつ地域までですか。いやー、わからなかったな。まあ、でも挽回できますからね、まだ。はい、原点に戻っただけですからね。あと3曲どうやって打っていくかなんですけど、どうでしょうかね。はい、コウ君も期待されてるということで、ぜひ頑張っていただきたいと。ただちょっとハイパイを見ると今回は厳しそうですね。はい、そうですね。これは何を狙っていけばいいですか。
そうですね、範囲が端の方に寄っているので、ちゃんたけに向かうんでしょうかね。はい。向かいましたね。はい、そうですね。あわよくばチートイツもありますからね。3トイツできてます。これパーピンがありますので、はい、やっぱり横伸ばし号が有利なんじゃないでしょうかね。はい、トーナメンツがありますからね。8、9で。1ピンの受けがありますからね。チーは引きましたね。これはいいところですよ。いいペーコーも狙いますね、これで。これ非常に面白い手ですね。8、9、1と7、8、9の3色が見えますね。8、9、1も見えますか、これ。これ8、9、1ありますね。8、9、1、関係数入ればダイレクトに8、9、1に向かうでしょう。おーっと、そうですね。緩急層がネックですが、これ緩急層引くことができれば、8、9、1の3色、狙うことできますね、これ。ただ、チーソー引いた場合も7、8、9に移行するかもしれません。なるほど、7、8、9と8、9、1の両天秤にかけられるということですね。嘘。もっとすごい。なるほど。これ実は結構バラバラのように見えて、結構まとまってるんですね、これね。そうですね。まあ9と1がつながってますからね。なるほど。あれは確かバラバラにしか見えないんですけどね。いやーまあでもできてると思ってましたよ。はい、これはいいとこありましたね。2、1、うん、9、1、2ですね。9、1、2ですね。9、1のメンツができました。これはいいとこ入りましたね。はい、ここで初めて自敗を出すと。なるほど。タモ君三蔵統一落としですね。これ何やってるか不気味ですね。まるで国士ですね。なるほど。まあないでしょうけど。まさかないっすよね。当然ですね。地層、地層引きましたね。これ。さて何これは両面に変え。ああ、切りましたか。地層切ったのは何ですかこれは。いや、やはり、ローソー引いた時に非常に安くなるのを恐れて切ったんですかね。なるほど、安めを嫌ったんですね。まあ、安め高め非常に激しい手ですからね。なるほど。ローソーを嫌っての小さぎ、かなり熱い打ち方ですね。ローソー引きましたね。ということは、これは全然裏目でも何でもないと。そうですね。彼にとっては痛くないでしょう。なるほど。本当に対局5分前に教わったんですかね。すごい打ち手ですよ、実は。いやー、感心するなぁ。ただ、川の方非常にやりにくいですね。はい。で、引きました。両面できましたね。トンとメンの両面ができましたよ。両ピン、これ両ピンですか？やはり、メンツオーバー気味ですからね。8、9、1に固定すると。そうですね。なるほど、両ピンを持ってると、はい、8、9、1はちょっと厳しいですからね。E ピン2枚必要ですからね。なるほど。さっき8、9、1で振り転してしまいましたからね。そのリベンジしてるんじゃないですか？いや、関係ないでしょ。手なりでしょうね。ここでいいペイコーができましたよ、これ。頭ができて、テンパイですよ。ちゃんたいいペイのいい形ですね。そうですね。パーソーが重なる以外は、ちゃんたピンフいいペイが見えますね。そうですね。まあ、一番狙うのは、ダイレクトの急走、緩急走入りですね。おっと今引きましたよ。これ何引きますか？いや、やはり3色に行くでしょう。おー。8、9、1確定ですか、これ。緩急走で。そうですね。先ほどチーソーも落としてますからね。なるほど。シャーかペイが重なって緩急走でリーチが打てるし、イーソーが重なってもトンナンの両面で。そうですね。非常にいい形じゃないでしょうか。なるほど。あんなバラバラなハイパイから。バラバラじゃないですね。バラバラじゃない。おっと！テンパイしましたよ。これリーチですか？これは打っていくでしょう。しますね。リーチ。はい、リーチです。強気ですね。ただ、急走が2枚川に放たれてます。まあ、でもまだ理想ですよ。急走使いにくい川になってますからね。なるほど。これいいですね。これ、急走出そうですね。ローソーで引っ掛けになってますし。さて、一発もなるか。一発もバインマン。あー、ローソーですか。似てるんですけどね。上がりじゃないんですね。これ。え、似てないでしょ。うん。まあ、全然違いますね。あれ？これ、オールド君の手配は、これ、頂
と見る限りの天敗してるんじゃないですか、これどうですかね、見た感じ整っ、ああ見えませんね、うん、見えない。さてタモ君はこのリーチを見て親ですかね、ここはぜひとも連チャンしたいんですが、ただちょっと折り気味に打ってますかね、現物出ましたしね、そうですね、うん、おっ積もりました、あー積もりましたね、吐く、これチーマン待ちじゃないんですか、いやーこれは一番吐く待ちですね、両面シャボの形です、一番吐く、なるほど、これ一があんこだから分かりにくいんですね、これそうですね、うまいこと高め積もりましたね、これ1、1、1、2、3、ハクハクと同じような感じですね、そうですね、その形になりますね、あなるほど、あー跳ね番だったんですけどね、出上がりで、いやーリーチをかわしてうまく上がってきましたね、いやかわされてしまいましたが残念ですね、これコウ君もなかなかよく打ったんですけどね、いやー、やはり3人うまいですね、これ。まず出ない。いやー、なかなか面白かったですよ。あー、いやー、表をかわされてしまいましたが、あと2曲ありますからね、コウ君には頑張っていただきたいところです。